こんばんは。台風11号が今シーズン最強の猛烈な勢力まで発達しています。そして進路もよくわからないことになっています。この台風ちょっと進路指導が必要なんじゃないのというコメントが来ましたが、まあこのタイプは進路指導をしても無駄ですね。いわゆる夢追い人タイプは、まあ束縛することができませんから。さて台風が通ってきた場所の海水温を見てみますと、海水温が30度前後の非常に暖かい海域を通ってきたことがわかります。海水温が高いほど、水分の蒸発が活発で、台風の餌となる水蒸気も多いので台風がより発達しやすいということが言えます。またこの台風がレーダーで捉えられる範囲に入ってきました。今年の台風の特徴と言えるかもしれませんが、比較的中心に近いところでも落雷が活発に起こっているということですね。雲の画像で見てみますと、これ昨夜からですが、目がもうこの時点ですでにパッチリしてますが、だんだん目がより小さく、より明瞭になってくるのがお分かりいただけるでしょうか。これは台風の風速が大きくなっている。中心付近の遠心力が大きくなっている。つまり発達傾向であることを表しています。すごく綺麗な円形になってきました。もし、倉島敦さんあたりが見たら、すごい美人な台風ですね、とでも言いそうな、そんな台風ですね。そして、現在、沖縄付近にかなり接近してきました。沖縄本島は少し中心から離れたところを通っていますが、それでもそれなりに激しい暴風雨になっているようです。そして天気図を見てみますと、この台風11号の近くに熱帯があります。この熱帯低気圧がやがて台風12号になると予想されます。そしてその次の予想天気図を見ると、あら、台風12号がありません。どうやら猛烈な台風11号が小さな台風12号を食べてしまう、共食いしてしまうことが予想されているということです。台風も共食いをする、そんな例ですね。ということで、今後の気象情報に十分ご注意ください。ご視聴ありがとうございました。